Welcome Music。はい、こんばんはです。よろしくお願いします。こんばんは。今月もやってまいりました、はい、男性のロッコンミュージックです。はい、そうです。よろしくお願いします。はい、今日は噛まないで言ってみましょう。はい、言えますでしょうか。はい、この番組は宜野湾市民を味方につけようと試みる音楽情報番組です。そうでございます。はい、皆さんからのメッセージや質問など待っています。はい、メールアドレスはこちら797@fmginowan.com までお願いします。はい、と件名にロコミュージックと添えてください。はい、また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスなどで映像音声ネット配信をしています。はい、またリスンラジオというアプリをインストールしてもらえれば、うん、インターネットを経由して全国どこでもラジオ番組として楽しめます。うん、どちらも FM ギノワのホームページからアクセスできますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。慣れてきました。いいね、90点。90点、うん、いい感じで。じゃあどうぞ。今日もね、今日はね、先月がもう2人だったんだけど、うん、今日も2人でね。そうです。そしてあの敏腕ミキサーの与那嶺さんとね。そうですね、与那嶺さんを味方につけて、はい、頑張って3人でやっていきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかずっとライブとかが、僕ら2人であの男性というユニットをやってるんですけど、はい、ここ最近ライブがなくてね。うん、もう3ヶ月ぐらいないんじゃない。やってない。3ヶ月ということは5月だから2月ぐらい、うん、そうだ、2月ぐらい。もう冬からやってないよ。最後にやったのどこだ。はレッジっていう古着屋さんだったの。あ、そうだ、レッジでめっちゃ楽しかった、うん、あとネバーマインドっていうところに、クローズ。そうだそうだ、あの小座にあるネバーマインドっていうお洋服屋さんがあったんですけど、うん、そこの閉店パーティーでちょっと歌わせてもらった以来だね。そうそうそう。で、だいぶ休んでるっていうかね、遊んでて、うん、なんか最初休む時はあの練習するから、レベルアップした男性を見せるからとか言って、そうそうそう、もう周りにもう言い巻き散らしてたんですけど、じゃあ蓋を開けたらどうしたって言ったら、ただライブに行って酒を飲んで仕事をして楽器はたまに触るという、うん、何ら変わらない生活をしてたっていう、うん、だからライブがないと練習しないっていう、そう、俺らの病気で ね、うん、どんなもんかなってね。あいたたたたって感じで、でも最近またね、そんなんでもまあいいのかなと思うし、うん、やる気がないわけでもないし、やる気があるわけでもないから、うん、まあしょうがないのかなって思うんだけど、まあ楽器もぼちぼち触ってるし、うん、てか触り始めたよね、もっとね。そうだね、まあ割と忙しいよね、ジルがね、うんうん、なんか触って曲もできたし、いい感じだよ、うんうん、で今日はね、6月に2本ライブが決まっていて、 その紹介と一緒にその出てくれるとか誘ってくれた人の話とか、話をゆっくりしながら、ぜひなんかゆっくり楽しんでいってもらえたらなと思います。はいはい、今日はとてつもなくのんびり1時間過ごしていこうと思うので、ちょっと過ごそうかなと思います。わ、コメントが来てます。まこちゃん、なおや、ありがとうございます。 YouTube に上げられた曲聞きました。わー、あー、そうなんですよ。なんか僕らの趣味で、そう、なんか作ったものはすぐ人に聞かせたくなる病気で、うん、もうクオリティとか関係なしにね。そう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 、あげたんだよね、うん、そうだね、それもせっかくだから聞いてもらえたからね。あ、そうだね、まあいいか、まあ、まあ、あの YouTube で男性って探してもらえれば、はい、温かいへそでやってくれれば、はい、ありがとう、見てくれて、ありがとうございます。道家の幻楽団っていう、あれはね、あの飲みに行った後にね、撮ったんだよね、うん、酔っ払ってやって、なんかカメラのアングルがうまくいかなくて、そう、それでめっちゃ喧嘩して、楽しかった雰囲気がぶち壊れて、なんかね、もう丸太、木が折れた木の方にカメラ置いたりして、で、その折れた木ももう梅雨時でボロボロになって、もう木が壊れてたね。
終わる頃には気が壊れてた。あれちょっとあれだったね。でも楽しかったね。楽しかった。ぜひ聞いてみてください。なんかはい、聞いてみてください。直哉さん、時間は大丈夫なんですか？うん、まあまあまあ、ゆっくりやってるから、あと、うん、大丈夫だよ。もうじゃあ聞いてもらおうか、じゃあせっかくだから。あ、何の曲？最初、僕らの曲、久しぶりに聞いてもらいましょうか、ね。あ、そうだね。久しぶりに男性の曲流そうかなと思って自画自賛していこうかなと思います。これはあのハラヘルズのラーメン丸さんがサポートでドラムを叩いてくれた一曲ですね、うんうん、そうそうそう、イゲーパーキングエリアという歌なんですけど、これがですね、うん、あれだよね、あの沖縄に一本しかないイゲーあの高速道路があって、うん、でその中でも沖縄は2カ所しかないわけ、休める場所が、うん、イゲーと巨大、あ、どんまい、巨大はもう最後降りるとこ中ぐすく、中ぐすくパーキングエリアがあって、うん、で、イゲーサービスエリアがあるわけ、はあ、でも俺はそれをずっとパーキングエリアって、あれ間違ってたの、間違ってた、しかも曲名になってるって、恥ずかしい、もうだからもう今更感が出てて、え、いつ気づいたの？いやもう CD 出す前に気づいてたんだけど、あ、なんで言わなかったの？ジラン今気づいたけど、なんか訂正するのってなんかとってもなんか一番自分の非を認めるようで嫌だから、うわ、めっちゃ恥ずかしい、こぎつけて、もう俺はもうパーキングエリアだと思って、まあパーキングエリアでもあるし、うん、ただ名称はサービスエリアっていうイゲーサービスエリア、うん、うん、で、そう、このイゲーサービスエリアが一番いいんですよ、高速道路が休むところで考えると一番広くて、うん、ジルも行ったことあるでしょ、うん、あの石の上を飛び跳ねて遊んだ場所、そう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 、展望台っていうか、なんか景色がいいんだよね。なんか大人になったら石から石に移るのが怖くなるんですよ。知ってもなんかちょっと高めの石から石に飛び移るのってちっちゃい頃って楽しくてやってたじゃないですか。それを大人になったら怖くて、着地こんなにちっちゃいのみたいな、でできなくなって、それがなんか妙に楽しくてずっと石から石に飛ぶっていう遊びをやってたね。そうしてたんですよ。宙に浮いた写真をどうにか撮ろうみたいなね、ジャンプしてる間に、あ、来たぜ俺三条、俺三条、俺三条、俺さんが気になるんだけど誰なんでしょう、ね、あ、コメントを今読んでみました、あ、はい、来たぜ俺三条、イエビ英語が読めない、ブビガリ3000、これね、なんて言うの、ブビガリ3000、あ、まあそう、もうありがとうございます、はい、来てくれてありがとうございます参上してくれてありがとうございます、はい、じゃあ僕らのその大好きな高速道路の歌、ね、テンションが上がる歌を一曲、はい、じゃあお願いしてもいいですかね、はい、じゃあ曲振りお願いします、はい、じゃあ大遠征でいいなりというアルバムからイゲーパーキングエリア、知らせた俺の昼の顔はトラックやろうさ、朝の積み込みの時点で今日は疲れちまったんだ、早めのお昼を取ろう、私の海の向こう旅館と構える石器基地が俺の気持ちも熱活させてくれたのに、西の山の向こうから銃声が響いた、これは訓練
したのは男性でイゲーパーキングエリアでした。あー声ピッピーありがとう、この曲好きですだって。っていうか何はブルガリデンガなって知らんしこの流れてる曲は CD 屋さんに売ってるのけ。あ、はい、あ、これは、これは今流れてるんですか。あ、はい、入ってます、CM 中は入ってます。 CD 屋さんに売ってるのけ。 CD 屋さんに売ってます。コヘピッピー、あ、コヘピッピー来てくれてんだ、ありがたいな。やったね。コヘピッピー今度来ようよ。コヘピッピー今度弾き語りしようさ。あと、コヘピッピーのさ企画があるさ。あ、そうか、じゃあじゃあ待って、じゃあじゃあじゃないけどコヘピッピーの弾き語りツイッターに上げてんの分かる？指だけ、あれめっちゃなんかいいよね、指だけ。うんていうかあのベルガリさんありがとうございます。10秒前です。あ、10秒前だって。シリアさんに売ってます、はい、はい、5秒前。男性のロックオンミュージック。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかコメントが今日は珍しく来てます。はい、来てます。あのさっき読めないって言ってたブルなんとかブルガリデンガなって言ってくれてますよね。なんかブルガリさんだったみたいですね。お前ら横文字苦手か、わら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 だって。はい、苦手です。苦手だよ、はい、まあ、読めないよ。カメヘン、カメヘン、カメヘン。読み仮名はブルガリデンガナ、デンガナ、ブルガリ、ブルガリですね。はい、覚えました、はい。そして誰なんだろう。絶対俺ら知ってる人だはずだ。絶対知ってる人だと思う、うん。怖い人な気がするんだけど、うん、大丈夫かな。三重県。は、あとコヘピッピも。ちょっと待って、話が噛み合ってないから。もう二人で好きなことばっかやらない子。コヘピッピ。さあ、この客好きってイゲーパーキングエリアですかね。あ、ありがとうありがとう。ありがとうございます。コヘピッピにはお世話にもなってます。コヘピッピはあの県内アーティストの PV とかを撮ったり、うん、ライブとかでこっそりなんか撮ったやつを YouTube とかに上げてて、うんうんうん、それがとってもなんかあのライブに行ってないのに臨場感っていうのあれ。ライブに行ってないのに、ライブ、あ、コヘピッピはライブに行ってるから、ライブに行ってるような錯覚になる、そうそう、になるぐらい、ライブ映像がとっても上手だよね。そう、自然体なあのこの作った感じを見せない撮り方するからすごく大好き。うん、動きの、うん、動き、本当にライブをうまく撮れる、うんうん、沖縄一だと思ってます、ね、本当に。はい、でもジランは撮られるときは可愛く撮られたい、そういうの関係なしに。うん、でもそういうのもちゃんと考えてあのコヘピッピでやってくれてると思う。コヘピッピ今度遊びに来てね。はい、コヘピッピなんかね企画もするって聞いてるし、うん、ね、ぜひ今度お呼びしたいです。よろしくお願いします。はい、あとブルガリさんが、うん、わし三重県なんやけど今度地元の CD 屋さん行ってみるわだって。あ、沖縄の人なんですね。三重県なんやけど今度、いや違うよ絶対、三重県だから三重県の人なんじゃないですか。あ、 CD 屋さんに売ってるのっていうのは、あ、そういうことだ。 CD 屋さんこれちょっと説明してもいい。沖縄にですね、中城になるのかなに CD 屋っていう CD 屋さんがあるんですよ。そうそうそう、もうややこしい。で、とってもいい CD 屋さんなんですけど、私たちとってもお世話になってる CD 屋っていう CD 屋さんがあって、そこに置いてるんですかっていうことだと思ってました。私たちの音源は、うん、あのディスクユニオン、ディスクユニオンで流通したけども、だけど帰ってきました。帰ってきた、もうあのじゃあどうしようかな。ツイッターで男性って打ってもらって、
私か直哉にたどり着くので、そしたら私か直哉の携帯番号を教えます。あ、はい。それで、じゃあまあ住所とか連絡してくれたら、はい、連絡しましょう。はい、ここは古風に行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ツイッター使ってる時点であれだけど、うん。びっくりした。三重県の方なんですね。三重県の人なんですね。僕隣の岐阜にいましたね。ちょっとジュリーも隣の愛知にいたよね。いたね。うんうん、あとまこちゃん。ネパール人の動画も YouTube にあって好きです。そうね、コヘピが撮ってくれたポゴタウンのやつだね。さすがですね、まこちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよね、あれね。沖縄に行ったことないんだって、ブルガリさん。あ、じゃあ初めてなんですね。ハイサイ、うん、いい、ジュリーのハイサイ聞けてよかったですね。はい、はい、遊びに来てください。遊びに来てください。一緒にお酒飲みましょう。皆さんメッセージありがとうです、本当に。そうだ、次コーナー、いつもやってるコーナーはすっ飛ばして、うん、あの男性の6月のライブ情報からいろいろお話ししていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、6月は、うん、簡単に言うと11日と16日、うん、そうだね、そうだね、うん、ライブあって、うん、11日の方から紹介する？ 16から行こうかな。先に誘ってくれた方からちょっとやっていきたいかな。そうだね、じゃあ、あの分かりやすいようにお願いします、うん、はい、6月の16日の金曜日に、はい、那覇の方にあるショサバーっていう、うん、本当にもう悪い酔っ払い方するような人たちが集まってるような、うんうん、長く飲んだりするような、あのもともとあった丸安そばの向かいぐらいにあります。あ、そうだね、とってもいい、なんかなんだろう、青臭い、そう、泥臭くて青臭いバーがあって、でそこでやらせてもらうことになったんですけど、うん、その企画者がですね、じゅんくんっていう名義で弾き語りをしていた子で、うん、今改名しているって聞いたので、正確な改名の名前はちょっと分かんないんですけど、そう、あの多分間違って覚えちゃってるので、うん、ここでは言いません、うんうん、はい、でじゅんくんっていう改名した方がやってくると、うん、伊波美希夫くんっていう方が、うん、この共同で主催しているイベントがありまして、うん、ここにいるっていうイベント名で、そう、ここにいる、はい、でフライヤーも素敵だったね、うん、そうだね、素敵だったね、あのね、うん、高野くんっていうイラストレーターになるのか、うんうん、イラストレーターってはない、ね、あの機械の少年、機械のあれじゃないのそう、高野くんが描いててとってもいいフライヤーでしたね、あれね、うん、そうなんだよね。で共演者がですね、この伊波美希夫くんと、うん、で僕らの本当に昔からの本当に影響を受けた、うん、ゲストでも来てくれた金城小町さん、うん、で言葉の裏の光一くん、言葉の裏の光一、はい、とあとその純くんが改名した名前で出ますね、はい、と私たち男性ですね、はいはい、これオープンが19時、うん、7時で、うん、スタートが20時、8時ですね、うん、絶対楽しいです、うん、金曜日なので遊びに来てほしいですよね、はい、でチャージもかかりません、投げ銭っていうパターンになってまして、聞いて判断してくれて自分の好きな金額を投げてもらうっていう、うん、ただお酒飲みに来てくれればいいです、はい、で気に入ってくれたらお、メモ見えから来るのか、見えから来てくれるんですかね、あ、今ちょっとコメントがあったんですけど、うん、ぜひぜひ気になったらよろしくお願いします、はい、そう、それで私じゅんくんは、うん、去年一昨年ぐらいかな、なんか友達になって、うん、あんまりやっぱちょっと忙しい人だから、うん、遊べる機会とかなかったけど、路上とかね、ちょっと一時期一緒にやったりしてね、うんうんうん、とっても素敵な人だなって、うんうん、とっても若いのかな、あ、ね、そう、若いと思ってたわけ、うん、23歳ぐらいでしょって言ったら27歳だった、1個しか変わらんかった、意外と近かった、意外とだった、でもね、なんか若いんですよ、若い、そう、そうでね、先日じゅんくんに音源を、うん、いただいて、ちょっと外に出てたんですけど、うん、帰りながら車で聴こうと思って、うん、まあこの距離だったら1曲聴けるかなぐらいのところにいたから、うん、1曲聴ければいいかと思って流し始めたわけさ、うんうん、そしたらあまりにも良すぎて帰れなくなって、あ、いいね、遠回りしちゃった、そう、遠回りしても気が済まなくて、うん、でちょっと止めて、うん、で感極まって手紙まで書き始めていいですね、そうで DM で送ったっていう、あ、めっちゃいいですね、いい話、そう、なんかね、じゅんくんはね、なんか少年
少年のような人、うん、でもなんかキャピキャピしてないんだよね。そうだね、こう若いっていうのはそういう意味で若いんじゃなくて、そう、なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんか無気力だったりなんか諦めてる感じ、なんか、うん、そんな雰囲気が、なんかいろ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 大変なんだろう、そう、いろいろ大変なんだろうなっていろいろ大変な若者なんだろうなっていうのが伝わるからとっても嬉しくなるというか、そう、そういうなんかイメージあったんだけどね、うん、なんか歌うともう全然そういう感じじゃなくて、うん、すごいなんか貪欲っていうか、うん、なんかすっごいなんかまっすぐというかな、そんな感じだ、なんか絶妙なさ、儚さのさ、うん、中に揺るぎない強さみたいなのがあるんだよ、うん、あの人、そうそうそう、すごい、本当にすごい引き込まれる、うん、なんか昔この金城小町さんが路上で、うん、わーって歌ってて、うん、た感覚とかに似てる、ね、近いなとかって思ったりとか、うん、個人的にはするかな。でもなんだろう、なんかじゅんくんの歌、じゅんくん自体は正直あんまり知らないけど、じゅんくんの歌は、うん、なんか次男は絶対忘れてる気持ちがある、うん、のずっとあの人は覚えてる感じ、じゅんが持ってないものを持ってるってことだ、そう、うん、すごいなんかハッとさせられて、なんか決して明るい気持ちにはならないけど、うん、なんか持っていかれる、なんか分からん、ああ、なんて言えばいいか、ラジオなのに分からんとか言ってるけどとりあえずなんかいいとっても好きな方に誘ってもらえて、僕らもそうで、出る方もみんな強力で、本当に強烈 で場所も強烈で、コメントあ、コメント来てます、ブルガリさんから、姉さん48じゃない、28か、ふざけんなよお前ごめんなさい僕は間違えました、姉さん28か、28歳です、そうです、見えないですかね、わからんわかめちゃん、わかめちゃん、はい、川めちゃん、わからんわからんわかめちゃん、わかめ、わかめです、はいはいそう、だからじゅんくんはね、うん、ちょっと聞いてほしいから後で流します、うんうん、で本当にこの日が久しぶりのライブっていう気持ちで最初決まってて、うんうん、だから俺らも嬉しいね、なんかね、うん、今はねとっても楽しみなの、うん、楽しみだ、なんか3ヶ月ライブやってなくて、うん、でもライブやってないから良かったこともやっぱりあって、まあうん、友達のライブに行けるようになった、うんうん、なんかこの自分のライブでお酒いっぱい飲んじゃうからお金なくなって行きたいイベントとか行けなかったり、うん、まあこの自分の出るライブと被ったりもしてたから、うん、まあ、よくあるもんな沖縄はな、うん、だけどちょっと休んでる間にちょっとだけ見れなかった人たちを見れて、うん、すごく、あ、やっぱりすごいって思った、うん、なんかライブハウスもすごい、うん、でもじゃない、ライブハウスもすごいし音楽やってる人もすごいし来てる人たちのエネルギーもすごいし、うん、お客さんで行くっていうのはすごく楽しいことだと思った、うん、いいことですね、うん、すごく楽しい、うんうん、ライブハウスは楽しい、楽しい、いいとこいいとこだ、悪いとこではないと思う、うん、本当に、うんうん、いい影響、悪い影響ってのはほとんどないんじゃないかな、ほとんどない、うん、なんかゴミとかを散らかす人とかがいるぐらい、うん、まあ悪いな、それ、うん、それはちゃんと持ち帰った方がいいマナーはね、確かにちょっと悪いところは目立つかもしれないけど、そう、うん、でもあとはいいことだらけ、うんうん、だと思う、うん、俺もそうだね、うん、だから気楽にね、みんな遊びに来てください、飲みに来る感じでそうだね、この日はいっぱいいい歌い手さんもいるので、そう、この日はライブハウスじゃなくて所作バー、うん、バーなので、所作バーいいとこですよ、そう、僕らも久しぶりなんで楽しみです、うん、とっても楽しみだね、はい、じゃあじゅんくんのね、改名してちょっと名前がわからないんで、じゅんくん、曲名もわからないっていう、僕らタイトルがないのかな多分って聞いてるってジュリーが言ってたからあれなんだけど、その曲も、あ、そう、このね、あの CD、うん、この CD はあの何だったっけな、なんか手紙みたいな CD だったの、うん、でタイトルはあったんだけど CD の、うん、今 CD ある？あった、このね CD はヴィンセント飛ばす音楽っていうタイトルの、うん、ツイキャスの人見える、見えねえな、光が強くて、そうっていうやつで、うん、曲名はって言ったらないんですよって言ってたけど、うん、中にね、うん、なんか便箋、これ便箋っていうの、
なんか、ごめんね、手紙みたいな感じで一個一個なんか歌詞があって、うん、とっても素敵なんだけど、うん、とりあえずその中から今日は1曲目に入ってる曲を流そうかなって思います、はい、そうで気になった方はライブに行ってあの曲何ってじゅんくんに聞いてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ直哉曲振りをどうぞ。はい、じゃあじゅんくんの曲を聴いてください。今日はあなたが生きてきて何日目だろう、何日目だろう、生きた証とか人混みに溶けていった。半透明なあなたと僕、確かめられないまま今日が終わるようだ。今日が終わるようだ。夜がカーテンをかけて、ほら沈み込んでくようだ。ああ吐き出せない言葉を抱えては、逃げ込むようにドアを閉めたんだ。夜が嫌いなあなたはずっと考え事してた。イヤホンで塞いだ心が本当は聞きたかったのは、鼻で笑い飛ばした言葉なのかもな。会いたくなりますね。あ、ありがとうございます。あ、来たんで再び俺、イエイ、ブルガリさん、ブルガリさんコメントありがとうございます。いっぱいコメントありがとうございます。あとアッチーさん、はじめまして、こんばんは。こんばんはです。こんばんは、よろしくお願いします。男性というユニットです。はい。はい、楽しいラジオをできるように心がけるので見てってください。のんびりと。なんかね、ブルガリさんがね、とってもいいこと言ってたよ。さっきライブハウスの話してたじゃん、うん、それで一体感になって盛り上がってる会場って熱気がすごいですよね、だって、うん、あ、そうだな。本当になんかその日だけの本当にシーンがあるよね、もうライブは。なんか、うん、そう、盛り上がってるなっていうところもめっちゃこの醍醐味だと思う。好きなことをして飯食いたいな、だって、ね、私もそれで飯食いてえわい。ですよね。いやでも本当理想だと思います。うん、まあでもね、なんかそれが できなくてもいいかなと思う気持ちでやり続けたいなって感じですよね。ジランは音楽に関してはなんかいい距離感がないと多分生活のことも歌えないし、うん、頑張りすぎたらいやらしくなっちゃう。そうだね。なんかそれが、なんだろう、もちろん
ね、それでできたら幸せだけど、うん、幸せだけど、まあ、そこにあまりね考えなくても、うん、今できてたらいいかな、うん、はい、好きなことしながら飯食いたいですよね。そうですね、それだ、好きなことをしながら飯も食いたい、飯も食いたい、別に好きなことで飯食えなくてもいいやっていう、うん、好きなことをして飯も食う、うん、はい、いいっすぜひ三重県に来て歌ってほしい。はマジで行く、行きますよ。ブルガリさん、どこがありますかね。三重県って、三重県って何があります。三重県って何、三重県だよね。三重県って、三重県って何、なんか俺的に三重県ってなんか湖みたいなイメージなんですよ。嘘だ、絶対山ですよね、多分山。は、三重県ってどこ、伊勢海老、海、伊勢海老、海産、海産ですか、海産物が。え、三重県って何、四国とかそういうので言うと。なんでよ、違う、東海地方だよ。東海地方、あまちゃん、東海、あ、何言ってる、あれ東北でしょ、東北だ、うん、東海ってどこ、な、名古屋、あの愛知県とか、ああ、ああ、ああ、そこら辺か、うん、へえだってもうあんまこの話しないかとか言っちゃう。伊勢が有名、あ、伊勢が有名ってどういうことですか。伊勢っていう地名があるから伊勢、あ、伊勢神宮、伊勢神宮って、あの海の、海の上にあるやつでしょ。あ、それは多分伊勢神宮、あ、違う、もう全部違う。伊勢神宮って、伊勢、え、伊勢海老って、その伊勢にいる海老だから伊勢海老、伊勢海老って、へー、めっちゃいいじゃないですか。伊勢海老ってあのでかい赤いやつでしょ、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、いや、赤くはないよ、焼いたら赤くなる。じゃあよ、茹でたらだよ、茹で、あ、茹でもうそういう話をラジオでしない子バカがバレるよ伊勢が有名だね、あ、そういうことなんですね。じゃあなんか、今日、私たち歌を歌ってるんですけど、男性っていうユニットで、うん、なんか今日見てくれてる人も初めての人多いし、うん、きっと車とかで聞いてる人も初めての人いっぱいいるだろうから、ね、なんか美濃市民の方もいらっしゃる、楽しくなっちゃったんで一曲歌おうかな、そうですねと思って、一応持ってきてたんですよ。こう困ったらギター弾こう、そう、困ったらギター弾こうって、今困ってないけど楽しい気分になったから、うん、どうしよう、本音、本音歌う？なんか紹介して、本音の歌の紹介。あとちょっと、あれ、いろいろある感じ。そっか。なんか今から歌おうかなって思ってる曲は、とっても昔に作った曲で、すいません。これは、めったにっていうか最近全然やってないし、今歌詞見ないと歌えないぐらいなんですけど、あ、なんか、そうなんですよ。僕らも、喧嘩ばっかり、すれ違いばっかり、そう、今日宜野湾に来るまでめっちゃ大喧嘩してきましたからね、うん、大喧嘩しましたから、そう、もうゲスト呼んでなくてよかったなと思って、そうそうそう、迷惑かけてたよね、絶対、うん、音楽のことで大喧嘩してたんです、そう、でも仲良くなったのに駐車場で仲直りした、うん、そうそう、宜野湾、FM 宜野湾の駐車場で仲直りしました。そうそうそう喧嘩は俺の親父がめっちゃ言葉出すかね、喧嘩は両成敗とかって言ってた。何それ、両方悪いって意味じゃない、多分両成敗、両方やっつけれみたいな、まあそのこととかもあって歌いたくなった曲があるので、本音っていう、はい、本音って曲、はい、悪い喧嘩、そう、誰でもありますよね、喧嘩は誰でもある、コメントが来てますね、仲直りも誰にでもできると思うし、そうですね、喧嘩は誰にでもあって仲直りは誰でもできる、早いに越したことないっていう、そうですね、もうってことで一曲ちょっと歌わせてください。本音って曲です。はい。
くなったんですよ、喧嘩した後に、はい、いいですよね、歌を歌ったら楽しい気持ちになってな、うん、喧嘩したことも忘れる、そうそう、忘れちゃっていいんだよっていうね、はい、ね、なんかパチパチって拍手がいっぱい来て、ありがとうございます、聞いてくれてありがとうございます、こういうの嬉しいね、ハチ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 でパチ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 、ありがとうございます、はい、そうだ、なんか歌歌って楽しくなってる場合じゃなかったよ、そうそうそう、この私たちのライブ情報をいっぱい伝えたかったんだよ、うん、今回は、うん、で急にね、なんか急に誘ってくれたイベントが、そう、あの那覇の桜坂になるの、あっち、うん、なんでベイビー、ああ、あっちはなんで、あの年金通りって言うと言われる、ね、年金、年金通り、年金通りってある、あの、うん、屋台村が出来上がった屋台村のところ、うん、何でしょう、あ、なんか屋台村の近くにベイビーベイビーハンバーガー&ブックスかな、うんうん、だはずベイビーって言っちゃっててよくわからないんですけど、うん、っていうあの美味しい美味しいハンバーガー屋さんがありまして、うん、そこに先日ハンバーガーを食べに行ったんですね、うん、そしたら、うん、吉村隆さんっていうアーティストがいるんですけど、多分とっても皆さん大好きな人はいっぱいいるでしょうね、うん、沖縄で精力的に、そして県外でも、そう、県外でもいっぱいやってる、あの一人でソロ活動をやったりで、バンド編成でやったり、今週大阪だね、多分、あ、そうなんだ、うん、でこの吉村隆さんという方は本当にめちゃめちゃいい歌、いい詩、ね、いいパフォーマンスを見せてくれる方なんですけど、でそこのハンバーガー屋さんのオーナー、マスター、わかんねえ、ハンバーガー作る人、うん、店主が吉村隆さんのことを大好きで、うん、吉村隆の曲いっぱい聴きたい、うん、なんなら県内アーティストが吉村隆の歌を歌ったら楽しいんじゃないかっつって多分そういう気持ちだったんでしょうね、うんうん、そういう気持ちであのイベントを組みました、うん、6月11日 G シェルターでなんですけど、うん、私たちも誘ってもらったので、うん、その日は吉村隆さんの曲を私たちも私たちなりに歌ってみようかなと思ってまして、うん、ですよね、そうで、この県内の今決まってるので8組ぐらいらしいんですけど、 そうそれぞれが好きな吉村隆さん あの曲をカバーする、うん、1曲だけ披露する、そうと吉村隆バンドが出ます、出るっていうイベントなんですけど、はい、これは吉村隆好きにはたまらんだ、たまらないね、うん、一応ちょっと情報だけ先に言ってもいい、うん、もう一回言うと G シェルターで、あさとね、那覇のあさと、はい、那覇あさと G シェルターで6月11日、これは18時スタートで、料金が1500円のワンドリンクになってます、うん、皆さんチェックしてください、はい、ぜひ、はい、であのこれさっきもまたハンバーガー食べに行ったんですけど、うん、私は今日木曜日だから5日ぶりですね、うん、ハンバーガー食べて、また今週もハンバーガー食べて、うん、ダイエットしたかったけど、でも美味しいんだ、美味しいハンバーガーだから仕方ない、めっちゃ美味しいからね、やばい、そうハンバーガーの話じゃなくてさ、この吉村隆吉村隆さんのイベント県内アーティストまだまだ募集しているみたいで、うん、あのやりたい人がいたら、うん、ベイビーまで来てくださいって言ってました、うん、で、あのやりたいって言ったら、うん、吉村さんが好きで、そう、やりたい、吉村さんのこの曲歌いたいなっていう方がいたら、うん、ぜひお願いします、飛び入りっていう感じではなくて、事前に、はい、あのこのベイビーベイビーっていうところにいる日野くんって呼ばれてる子がいるので、うん、その子に話を振ってもらえたらなと、そう、なんか急だけど募集してますよって言ってました。で、あのベイビーの情報なんですけど、うん、ベイビーは火曜日お休みです、うん、なので火曜日行ったら会えません、うんうんうん、なので火曜日を抜いて行ってください。で、一応12時からオープンしてるので、うん、12時過ぎに行ってくださいね、うん、あ、なんとなくサマータイムのカバー聞きたいな、だってまこちゃんさんから絶対やる人いるからそうだよね、やる人そうだね、そう、私たちもなんかで何曲かがカバーして練習したんですけど、うんうん、ね、ちょっと大胆にね、そうだね、ちょっと僕らっぽくない感じで、そう、男性、楽しみにしててください。
あ、ブルガリさんからまた、はい、姉さんと一緒に吉村隆さんの歌聴きに行きたいな。LCC かなんか乗ってきて。ぜひぜひ。ぜひぜひ一緒に遊びましょう。いや本当にいいんですよ。なんかもうなんか本当にめちゃめちゃいい。吉村隆さんは本当に。吉村さんもいろんな人に知ってほしいっていうか、別にそういう上から目線じゃないけど、なんか本当にこれから知られていくんだろうなと本当に思うし。あと次男がすごい楽しみなのが、なんかあの吉村さんのこの日野ちゃんからなんか出ませんかって言われて、吉村さんの曲は普通に聴くさ。だけど吉村さんの曲歌ったことないさ。でちょっと練習した時に、あ、吉村さん結構シンプルなんだって思ったけど、うん、吉村さんの曲を聴いたらすごくブハンってくるじゃん、うん、やっぱ歌を歌う人の力ってすごいんだなと思って、うん、なんか曲の構成とか、まあ、そういうのもすごいこだわってるのもすごいけど、うん、シンプルでもここまでなんていうの、ドカーンと、そうダイナミックに、うん、表現できるなんてすごいんだなって、うん、自分で歌って改めて気づいたところがあって、うんうん、だからこの県内のアーティスト8組ぐらい出るじゃないですか、うん、多分みんないろんなことを思っていろんな影響もう今からしてるのかなって思って、うん、改めて吉村さんの凄さみたいなのを感じると思うよね。そう、面白かったな、なんか、うん、あ、聞くとやるは違うんだなって思って。そうだな、本当にそうだな。吉村さんそして太いからね、なんか太いね、うん、男なんですよね、なんか、ね、うん、いいよね。なんだろうね、すごいね、魅力たっぷりのイベントだと思います。本当に面白いなと思うし、遊びに来てください、うん、あ、コメントが来てます。人生で一度もライブやフェスに行ったことない自分です。いやでもそれが普通だと思うし、うん、なんか全然別に悪いことじゃないと思うし、うんうん、私も行ったことのないところいっぱいあります。僕もいっぱいあります、本当に。そう、行きたいなって思うけど、ちょっと何やりたい、やったことない、周りが、うん、餅つき大会とか。餅つき大会がそんな頻繁にないですよね。別に毎週毎週やってるようなものとかさ、そういうの、そういう誰かのなんかそういう趣味とかでも、餅つき趣味の人いないしさ。じゃあほら、餅あんまり好きじゃないから、うん、ああ行ったら好きになるのかなって。ああ、なるほど、そういうこと。そうそう、それはやった方がいいね。じゃあなんか行きたいところある？行きたいところね、うん、なんだろう、ほらなんか山登りとか。やってるさ、山登り。山登り。大石林山登ってたさ、この間。あれは山か。あれ山登りだよ。あれ山じゃないだろ。岩だよ、あれ。なんかやりたいことありますよ、なみさん。なんか誰かがやったことない。もっと別の国に行ってみたい。ああ。よなみさん、なんかそういう旅とか好きそうだもんな。好きそう。餅つきわらだって。やったことないこといっぱいあるよ。なんか普通ですよ、なんか別にライブハウスやる。はい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 、うん、はい、ぬか漬け、ぬか漬け作ってみたい。あ、なんかそのさ、なんかちょっとずれてますよね。そうなんかライブハウスにとかフェスに行くのとぬか漬け作るのとジュリの同じあれなの。ベクトルは一緒だよ。ベクトル一緒なの、そのアクションとしてまあそりゃそうです、素晴らしいけどさ。てかさ、ぬか漬けって沖縄で作れないって本当？気候的に無理って聞いたことあるんだけど。ジメジメしてるから無理ってこと？わかんない。わかんない。なんてください。姉さん、家庭的やな。もう本当その通りでございます。もちつきに、ぬか漬けに。ああ、なんでもない話をしてる。バトンタッチ、はい。だから全然このライブハウスフェス、別に行かなくてもいいと、行かなくても素敵だと人生は送れると思うし、うん、なんだろうね、行ったら行ったで、行ったら行ったらでただ楽しいよっていう感じだと思います。なんか、はい、好きな人とか好きな歌があったら生で聴けるなんて贅沢だなと思うし、うんうん、し、私はすごく影響された場所の一つなので、ライブハウスとかは、うんうん、なんかそう、うんうん、そうだよね、だから、うん、好き、僕ら好きって感じ。そう、うん、行けるんだったら行ってもいいんじゃない、うん、好きな場所が増えるとそう、ま、た楽しくなるかもしれないですね。それはライブハウスに限ったことじゃないからね。限ったことじゃないね、餅つきも、さあ餅つきも、旅行も、ぬか漬けも、好きなことが増えれば楽しい、忙しくなるのは楽しいことかもしれないですね。そうですね、うんうん、なんてねっていうことで、なんてね、へへへ、ということで吉村さんの曲をそろそろ聴いてもらおうかなと思います。そうだね、これ次男が言う、うん、
じゃあ曲紹介しますね、吉村崇でなんとなくサマータイム、どうぞ。吉村崇でなんとなくサマータイムでした。走り出したサンデーモーニング立ち止まること。はい、そうです。そう、メッセージまだいっぱい来てくれてますね。まこっちゃん、今回の会場である G シェルターでは、DJ がビートを流して餅をつくというイベントがありまして、今回って今からあるの？うん、なんかでもこれなんか年越しに毎回やってる？なんか行ったことないんだよね、餅食べれないわけ。食べないよね。そう、でも今年の正月、食べれるようにはなったんだよ、一応直に焼く、こうね、焼く餅が、焼き餅？焼き餅は食べれます。でもみたらし団子とかは食べれない。焼き餅 PMA 電子。2人とも沖縄生まれ、沖縄育ちというメッセージ来てますけど、そうでございます。でもちょっとジュリーがちょっと違うのかな。そうだね。10秒前です。あ、はい、5秒前。ピンネジ、男性のロックオンミュージック。はい、ここで PM エージェンシーのイベント情報です。6月3日土曜日、桜坂セントラルにて行われるアシッドマンツーマンツアー沖縄公演
でございます、うん、対バンはライズライズライズイエーイ。チケット残りわずかとなっておりますのでお買い求めはお早めに。公演詳細は PM エージェンシーのホームページで確認してくださいとのことです。はい、ご確認よろしくお願いします。はい、で続きまして、あ、フォー言えないのでカタカナでちゃんと、はい、カタカナできっちり書いてくれてますね。はい、あ、フロットオブサークル沖縄公演は6月17日土曜日、18日の日曜日の 2days です。ツアー最終日の2日目は青森ナイト鬼殺しナイト琉球編、怖いなと題し、激しく暴れる MC なしのノンストップライブになる予定。楽しそう。すごいね、なんか面白そうだね、うん、この日はオープニングアクトに地元沖縄の若手バンドシャルマイケンアカネの出演も決定しています。いやいやいや、とても勢いのあるシャルマイケンアカネ、まさにノー MC に似合うバンドだね。そうね、うん、でこのバンドも出演決定しますので初日2日目ともに見逃せない夜になりそうです。チケット絶賛発売中です。詳細は PM エージェンシーのホームページでご確認よろしくお願いします。以上となります。はい、上手に読めましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうエンディングだ。エンディングですね。今日も一日終わりますね。今日も一日終わりますね。終わりますね。木曜日で明日は金曜日、うん、でまた土日、夏だね。夏ですね。海行けたね。海行けたね。5月は海行けたね。うん、渡嘉敷島行ってきた。うん、めちゃめちゃやっぱ良かったです。すごいよ渡嘉敷島、びっくりした。コンタクトジュリが海に落としてそう、コンタクト物の5分で帰ったんですよ。そう、海入って物の5分で、コンタクト落ちてどうしようと思って口の中にコンタクト入れて、うん、とりあえずダッシュして、うん、帰ったね。帰った大丈夫だった。しかもなんか昔と違ってこのシュノーケリングってあるじゃないですか。自分親父がよく海とか好きだから持ってて、自前のそれを持って行ったらなんか勝手にそういうの使って入っちゃダメなんですよ。そう、なんかちゃんとライフジャケットを着て、うん、じゃないとダメ。そうそう、ダメになってて、なんかいやーそっかーと思いながらこのシュノーケルのね息継ぎだけ取って、うん、メガネをつけてやってたけど、ね、そうだね。なんかコメント来てますね、うん、早いものでもう終わりだわけだって。早いものね。そうなんですよ。そう、ブルガリさん、そうですね。1時間番組なんですよね、うん、僕ら毎月第4木曜日。そう、でもねこの、 あの録音ミュージックは県内の素敵なアーティストさんが各種持ってて、うん、ね、You、 The You、 The You が第1週目、第2週目が空間日和で、第3週目が一人我らの一人土成さんで、で4週目が FM ギノワンはヨナミーネさん、ヨナミーネさん、うん、で私たちは第4週目担当してます。やってますんでぜひ、はい、遊びに来てください。私たちが一番ポンコツの、これなんて言うんですか、 MC ポンコツ MC です、ね、パーソナリティって言うんですか、パーソナリティ、うん、パーソナリティいいですね、うん、いい響きだね、うん、これ今流れてる曲の紹介ってさ今するの、うん、あ、していいよ、やって。でジュルが好きさ、ジュル、そうだね、うん、で今お届けしているのは今和の清志郎でムーンビーチの丘の上すいません丘じゃなかった、砂の上です、ね、ちょっと待ってください、なおやもう一回言って、ムーンビーチは丘なの、違う、これ他に見えたの、うん、ちょっともう一回言って、すいませんよなみねさん、ムーンビーチの、いや今別にいいんだけど、うん、もう俺の中でムーンビーチの丘の上もうな、景色が全然浮かばない。もう違う、めっちゃ好きなんだよこれ、本当に毎朝聞いてるもん。丘ってあれだよ、丘ってわかる、丘でしょ、丘、丘を公園行こうよでしょ、その丘だよ、ムーン、なんなん、ビーチ、何、砂、なんなん、もういいよ、もういいから紹介してよ、まあ、はい、ジュリが今日聞きたいということで無理言って夜なみねさんに流してもらってます。ムーンビーチの砂の上、
この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。いろいろありがとうございます。いろいろありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヨナミネ D、 ディレクターの D、 これですかね。顔見えない、顔見えないって、まあまあまた来月見れるかもしれん。バイバイ、はい、バイバイです。あ、どうもありがとうございました。バイ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 。すいません、ありがとうございます。あ、すいません、あ、はい、あ、来月は